ウーのは、フィアットによって、製造、生産されている自動車である。フィアット127の後継機種として開発され、サンドアとゴドアハッチバックの2種類が販売された。ベースグレードは45で、999cc45PS エンジン。60S は、ボアファイ 80mm ストローク 55.5mm で 1116cc。 圧縮比9.2で 58PS、5700rpm、8.9kgm、3000rpm エンジンを積み車重 770kg。70SL は、ボアファイ86.4ストローク 55.5mm で 1301cc、圧縮比9.5で 65PS、5600rpm、10.2kgm。10. 3000rpm エンジンを積み車重 780kg。燃料供給はいずれもエーバー製、ダウンドラーフとキャブレターによる。また、燃費の良さも人気の一員であった。1984年にはヨーロッパカーオブザイヤーを受賞。1985年に高性能版であるターボアインが追加された。ブースト圧0.6バールの 石川島張間重工業製 VL-2, ガタターボチャージャーとボッシュ製 LE ニジェトロニックを装備したボアファイ 80.5mm、ストローク 63.9mm の 1301cc 圧縮比8.0で、最高出力 105PS、5750rpm、最大トルク 15.0kgm、3200rpm のエンジンを搭載。 車重は 845kg。最高速は時速 200km、0時速 100km8.3 秒。5ドアモデルリア1989年9月に登場した大幅改良版は、車体前方と後方のデザインが変更され、より低い空気抵抗を実現した。車内デザインも変更され、前期型の欠点であったダッシュボードが震える現象も解消された。 イタリア国内での生産は、西ヨーロッパ一帯での売上数が減少するとともに1995年に終了した。後継者はフィアットプントである。メインストリームであるグループ B を、フィアットグループであるランチアチームに重点を置いていた1985年、グループ A エントリーを、グループ2時代より131アバルトのサポートカーとして参戦させてきていたフィアットリトモを、 リトモアバルト 130tc にまでスープアップしてきており、成績的にも限界が来ていた。そこで 55s をグループ N 仕様として、ポルトガルラリーより投入し、完走。次年のラリーモンテカルロでは、地元プライベータであるもののジョリークラブがターボを三大体制で投入するも、三大ともリタイヤとあまり良いところがなかったように見えたが、ポルトガルでは、 グループ B のフロントランナーであるトップランナーが続々リタイアしている関係上3位入賞は果たすものの他の2台はドライブシャフトとアクシデントでリタイアしており戦える信頼性確保にはまだまだ時間が必要であったそこでアバルトと共同で1986年ウーノターボアバルトをプロトタイプとしてコルシカ島でのテストを行った結果フィアットからは 同じ市販車ベースでのツインキャブレターを装備した100馬力の 70SX グループ A 仕様を AA110 にアバルトの後継モデルとしつつも採用はされずメインストリームをグループ A とした1987年にポルトガルでジョリークラブのターボが総合10位と初のクリーンコンディションでのポイントを獲得したが1987年後半よりウーノでのグループ A 参戦を 中型車であるレガータへ徐々にバトンタッチした。初代ウーノはイタリア本国での製造、販売を終了した後も諸外国では長期にわたり生産が継続された。ダイアナ元妃が自己死した際、追走していたパパラッチは白いフィアットウーノに乗っていたという証言がある。しかしながら確証は取れていない。1990年代初頭に イタリアで悪名を馳せた犯罪グループ、ウーノ・ビアンカの名は彼らが好んで盗んだフィアット・ウーノに由来するが、これは当時のウーノがイモビライザー非装備であり、盗みやすかったことに起因する。東大モデルはブラジルをはじめとするラテンアメリカ先輩モデルとなり、欧州市場へは投入されない。直線的な外観の初代に比べ丸みを帯びた、スタイルへと変化した。 ブラジルフィアットとトリノのチェントロスティーレによる共同開発モデルであり、プラットフォームはニューパンダ用をベースにコストダウンを図ったものを採用している。エンジンはガソリンエタノールの両方に対応したフレックス燃料車タイプの1.0リットルと1.4リットルの2種で、どちらも5速 MT のみとの組み合わせである。なお、2015年モデルからはどちらのエンジンにも アイドリングストップ機構が標準化され、デュアロジックのオプション設定も追加された。80年代輸入車のすべてから魅惑の、1000、A、輸入車の大構成時代。3英処防、ピアニッシモ25、ISBN9 兆7847億7961万7232、外国車ガイドブック 1987P152。このラリーでは、 ヨアキム・サントスによる多数の観客死傷事故が起きた、関係上危険するチーム、ドライバーが多かった20、ロリデ・ポルトガル・ビニオ・ドゥ・ポルトラリーベース、NL2013 年4月22日参照。21、ロリデ・ポルトガル・ビニオ・ドゥ・ポルトラリーベース、NL2013 年4月22日参照。8、マルボロ・ラリー・アーチェンティーナ・ラリーベース、NL2013 年4月22日参照。 ありがとうございます。